や東京久しぶりですよ僕。新幹線の移動でしたけど、もう体が固まりました。はい。今日はランドさんで体をほぐしてもらえるということなので、楽しみにしてます。はい。行きましょう。行きましょう。はい。こんにちは。ようこそ。いらっしゃいませ。今日広島から4時間かけてきました。いや朝から。はい。ありがとうございます。体がかなり固まってるので、そうなんですね、はいはい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、おサッカーお好きなんですか。そうですね、サンルチェ広島レジーナの、スポンサーという形で入らせていただいてまして、こちらの治療のコンセプトを、私はもともと鍼灸師なんですけれども、今は全国からカリスマ凄腕の治療家たちが集まっていただいて、いろんなプロ選手や各業界で活躍されている方々を治療していただくという形になっております。で本日は福岡から、北九州から柴田先生が来ていただいております。引退して僕3年4年ぐらいになるんですけど、早いですね。普段体を全く動かしてないので体の調子がすこぶる悪いです。すこぶる悪い。分かりました。はい、今日はまず全体のバランスを見させていただいて、それから、どこを治療していくかっていうのを決めていきましょう。はい。かなり硬いですね。多分ね、チームでも 1、2 ぐらい硬かったですかね、僕は。柔軟性が全くなかったですね。じゃあ早速、治療に入っていきましょう。なんか触ってるだけでしょ。そうですね。はい、痛くもないし、触れてる。あ、そうですね。触れてる。こう、ビギサーヒエス、ここの、ここが関節なんですね。こう、仙腸関節っていう関節。で、こっち側も筋肉になっちゃうんですけど、両方はやっぱりもう、硬くなってしまったんですね。全体的に、なんかこう、触っていただいてますけど、気持ちいいですね。なんか、本当に気持ちいいです。全然痛くないんで。歯科衛生士の方が勉強に来られたりとか、エステシャンが学びに来られたりとか、治療科が受けに来る、治療科が学びに来るっていうのが、かなりうちの特徴になっている一つかもしれないです。いや、終わりました。はい。先生、ありがとうございました。本当に。もう心も体も癒されました。本当に。本当に痛くもないですし、で今まで触ってもらったことがないとこを触ってもらったんですけど、それだけで体全身が本当にこう軽くなってるというか、これちょっと言葉ではなかなかね伝えづらいんで、ちょっと信じてもらいたいんですけど、これ本当に気持ちよくて、でもう本当ほぐれた感じで、で僕は肩もとかもなんか上がりづらかったんですよ、腕が。でも腕もはい、本当にこう上がってるんで、それ確かめながら先生やってくださったので、これちゃんと今からでもトレーニングとケアしていけば現役いけるんじゃないかなというぐらいの、はい、ポテンシャルがあるんではないかと。現役復帰すか。いや、これ本当サポーターの方がマジ言われますかね。そうですね、皆さん先ほど本当気持ちよかったです。いや、もう喜んでいただいて、体がね、受けるの最高ですので、そういった先生方に受けていただいて軽くなりました。現役復帰できそうで、いや、はい、大丈夫です。皆さん、こちらお店着きましたけど、はい、先ほどは体の外側の部分を、ね、ケアしてもらいましたけど、こちらのお店のご紹介をお願いします。はい、スタイルテーブル、これの日本橋、ちょうど今2周年になったところです。体の内側からも外側からも美と健康の、お役立ちできればという形でこちら、普段経営させていただいております。ここの店のコンセプトというか、どういった商品を置いているかちょっとご説明お願いします。はい、セレクトショップになっているんですけれども、エシカル、サスティナブル、ビーガンをコンセプトにして、セレクトショップになっています。オーガニックにもさらに上って言われているバイオセラミック農法っていうオーガニックかつ太陽とか月の満ち欠けもいろいろ考えて、植える時期、収穫時期までこだわった
商品になってるんですよ。でこれとかそのオイルになってるんですけど、このアルニカっていう成分が入ってまして、鎮痛消炎みたいな感じで炎症を抑えてくれる効果があったりするので、あの運動後とかに塗ってマッサージしてもらうと次の日の足の軽さとか全然違ってくるので、これ今本当に手前にあるんですけど、これアメリカの、ミネラルたっぷりな泥クレイを使ったクレイドさんっていうメーカーなんですけど、こちら1回分になるんですけど、泥の入浴剤で香りはほとんどないんですけど、遠赤外線がすごく高い泥になっているので、お風呂に使っていただくとすごく温まって老廃物流してくれるようなものになってます。でかつ泥ってあの吸着力すごい強いので、お肌がすべすべになります。あるんですけど、ベビーブーバさんって言って赤ちゃんの方から使える日焼け止めになっていて、オーガニックの日焼け止めになってるんですけど、結構オーガニックで SPF50 って結構強めのちゃんと紫外線カットができるものって結構珍しくてですね、天然成分でできている日焼け止めになってます。実際ランドさんでは施術を受けて、はい、本当にあのなかなか言葉では伝えづらいんですけど、まあそうですね、あの本当に体がすっきりしたというか、体が軽くなった感じがしますし、はい、こちらのお店もいろいろ説明していただいていただきましたけど、はい、本当こう人のために美と健康を本当追求されてるなっていうのが、はい、あの分かりましたので、はい、今サンウレッジ広島アリジナ様にあの今スポンサーとしてあの応援させていただいております。まだできたばかりで2年目っていうところで、ここもちょうど今2周年になったところですけれども、まだまだ我々も一緒に、まあ、発展していくところですので、まあ、そこら辺で我々女性 のスタッフも多いですし、より女性が活躍できる場にもなるといいなというふうに思っておりますので、少しでもお力になれるよう我々も励んでいきますので、また今後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。